12月21日、ドゥ・ステーション・レーシングは2024年のファナテック・ GT ワールド・チャレンジ・アジア・パワード・バイアウスに参戦すると発表した。最新型のアストン・マーティンの GT スリーカーを投入し、1台は星野瓶、藤井智信のコンビで GT ワールド・チャレンジ・アジアにフル参戦。ジャパンカップには星野達也、浜ンジのコンビで4戦に臨む。 2023年にドゥ・ステーション・レーシングが走らせたアストン・マーティン・バンテージ AMRGT3。2022年に GT ワールドチャレンジアジアがジャパンカップを開催しシリーズを復活させて以降、ジャパンカップにフル参戦しているドゥ・ステーション・レーシングは、これまでアストン・マーティン・バンテージ AMRGT3 で星野、藤井のフジコンビで参戦。2年連続でジャパンカップのプロ。 アマクラスランキング2位を獲得していた。また2023年最終戦には星野、浜野コンビが GT4 ジャパンに参戦した。迎える2024年は、正式発表が待たれる新型アストン・マーティンの GT3 カーを投入し、星野ビ藤井のコンビが第1ラウンドのセパン、第2ラウンドのタイ、第6ラウンドの上海を含む GT ワールドチャレンジアジアの前線に参戦する。 また、スポーツランドスゴー、富士スピードウェイ、鈴鹿サーキット、岡山国際サーキットの4ラウンドで開催されるジャパンカップには、すでに2023年スーパー耐久最終戦で GT3 を経験している星野達也、浜賢治のコンビが参戦する。2024年は GT ワールドチャレンジアジアとジャパンカップが別のレースとなるが、 同週末に2台の新型アストン・マーティン GT3 の走りが見られそうだ。2024年シーズンの GT ワールドチャレンジアジアおよびジャパンカップへの参戦を発表できることを嬉しく思います。アジア地域で最大のエントリー台数を誇る GT3 チャンピオンシップであり、多くの欧州メーカーからの技術サポートやファクトリードライバーの派遣などにより、 とてもコンペティティブな GT3 チャンピオンシップとして盛り上がっていますとマネージングディレクターを兼務する藤井はコメントしたそのエントリースロットの一つとしてドゥステーションレーシングが再びこの場に挑めることに興奮していますまた GT4 クラスも国内海外の有力カスタマーと参戦を視野にエントリーを調整しております 最新型のアストン・マーティン GT3 マシーンを両シリーズへ投入し、チャンピオンシップを争えるよう開幕戦に向けて万全の準備をして挑んでまいります。藤井のコメントにもある通り、2024年は GT4 のエントリーも進められているという。2024年もチームはアジアの強豪の一つとして、存在感を示してくれることになりそうだ。ルステーション・レーシング 2024年 GT ワールドチャレンジアジアジャパンカップ参戦体制。カテゴリー GT ワールドチャレンジアジアジャパンカップエントラントドゥステーションレーシングチームオーナー星野聡チーム総監督佐々木和弘メンテナンスドゥステーションレーシングテクニカルサポートアストン・マーティンレーシング GT ワールドチャレンジアジアクラス プロアマ、ゼッケン、TBC。車両、アストンマーティン GT3。タイヤ、ティレリ、ドライバー、星野瓶、藤井智信。ジャパンカップ、クラス、アマ、ゼッケン、TBC。車両、アストンマーティン GT3。タイヤ、ティレリ、ドライバー、星野達也、浜健二。オートスポーツウェブ。